話しても仕方がないので、ちょっと会場の方々からいくつか質問を取っていきたいと思うんですけども、なんか手を挙げて言っていただければ。じゃあ当ててください。当ててください。いやいや、僕無理です。僕無理です。じゃあ、若い方、そこの赤いセーター着てらっしゃる3列、5列目ぐらいの方ですかね。聞こえてるんですか？バレエのことについてお聞きしたいんですけども、はいはい、始めようと思ったきっかけと、それからそれがこう成果になって出てますか？はい、ごめんなさい、はい、私もちょっとダンスをやっているので、はい、バレエは踊りの基本だっていうのは分かるんですけども、はい、大人になってからだとこう体が固まっちゃってるのはなかなか難しいですよね、はい、でそれでもこうやろうと思って続けていることと、その成果について、はい、バレエのきっかけですよね。きっかけはね、なんかすごい変なんですけど、僕昔からバレエ やりなさいって言われてたんですけど、自分がすごく体が硬いんですね。柔軟性が全くなくて、それがコンプレックスで、鏡見るじゃないですか、バレエって。それがすごく嫌で、自分ができないのが硬いからやらないっていうところで逃げてきたんですけど、まず3年っていうことで、嫌いじゃないです、すごく好きなんですよ。見るのも大好きだし、でも自分ができないことが嫌だったんですけど、だからこそやってみようっていうことで、でなんか軸がないなって感じたんですね。自分の演技を見てて、まあ、滑りだったりとか、自分の滑りの体感だったりとか、自分が演技を見て、肩の空間の使い方がなんかこう詰まってるなであったりとか、やっぱりそれがすごく先シーズンが特に見て感じてたので、それを直すにはやっぱバレエしかないかなって思って、まあきっかけをというか始めたんですけど、始めてみたら、もうバレリーナの方って本当に体の部位であったりとか、骨のなんか位置であったりとかっていうものをすごく意識しながらやってらっしゃるんだなっていうの、そんな全く知らなくて、 でも知れば知るほど面白くなっていって、今もう特に先ほどおっしゃられてましたけど、もう固まっちゃってるんで、なかなかやっぱりすぐ戻っちゃうし、こう意識しろって言われても、そこまで脳の意識が伝達しないんで、なかなか難しいですけど、でもできたりするとすごく面白いので、結構続けてやってますかね。で、ちょっと待ってくださいね。で、なんか言おうとしたんですけどね。そう、でも本当に軸を取れた時の感動とは、なんとも言えないですね。すごく抜けてリラックスしてホールドできるっていうのをね、いや感じれたことによって、それをに近づけていけばいくほど、スケートの上でかなり生きてきてるというか、やっぱ真ん中の軸っていうか、軸の意識っていうのをやっぱ意識、普段からするようになりましたし、姿勢も正すようになりましたし、こう座る時もこう座らずに、こうちょっと奥まで腰入れて、ちょっと骨盤起こすようにとかっていうのを普段からするようにしてた、ストレッチもそれで始めるようにしたんですよ。やっぱり柔軟性がないとバレエはできないなっていうのところで、でまあ始めていったら、本当いろんなジャンプも良くなりましたし、スピンも良くなりましたし、特にスケーティングも良くなりましたし、あとは肩もだいぶ柔らかくなってきたので、まだまだ硬いですけど、まあでもあと2年間頑張ります。他に質問ある方では、一番後ろの方で手を挙げて、ブルーのかな、本日は貴重なお話聞かせていただいてありがとうございます。先ほどコンプレックスの塊ですっていうふうにおっしゃってたんですけれども、競技スポーツをやる中では結構そういったことってちょっと私なんかからすると違和感があって、やっぱり他の選手のこうインタビューとか聞いてると、やっぱりこうどちらかというと自信に満ち溢れてたりとか、はい、あと逆にその人のことは気にしませんっていう、そのちょっとコンプレックスっていうことを直接おっしゃってるのって高橋さんくらいかなって思ったんですけれども、はい、ただまあそういったことがある中で、ただ実際こう素晴らしい成績を出されていると、でそのコンプレックスをその乗り越えてといいますか、それ以上にこう自分の強みになっていると思うことっていうのは、何ですか？どうですかね。強み、そうですね、
今一番自分自身がこう助かってるというか、まあ、こうやって今回会場に来てくださってる方もそうですけど、試合行った時にかなり結構声援が 押してくださるんですよ。それは本当に自信になるので、やっぱ自分を応援してくれてるっていう中でやるっていうのはすごくやりやすいので、まあ、それは自分がこう、まあ、自分だけじゃないですけど作り上げてきたものなのかなっていうのは思いますかね。これだけ応援してくれてる人が、まあ、僕が深夜に上がった時なんか、当時チケットも買える状態でしたし、こんなにたくさんの方が見に来てくださるわけでもなく、特に男子なんか、まあ、最初の方なんか世界選手権、女子の世界選手権だみたいな 感じの時もありましたんで、で男子なんか全く見向きもされなかったんですけど、まあ、メディアの、ね、方もあんまり取り上げなかったりとか、でもそれがこういった状況になってたくさん応援してくれる方が増えて、で試合の時にそのパワーをもらえるってことは自分の価値、なんていうかね、もう一個の価値というか自信になる部分かなとは思いますね。ありがとうごこざれいます。大丈夫ですかね。 あ、はい、ありがとうございました。1、2問で、じゃあ勢いよく上げた最前列の方に。先週、あるインタビューで小塚選手が大輔君のスケートはヴィトンかグッチで自分のスケートはプラダだって言ったんですね。で、今日受け狙いでグッチのジャケット着てきちゃったんですよ。それに関して何かコメントはそあんりなまコすメントか？言ったんですか？そうなんですよ。でもそれ、大ちゃんの意見がもう聞きたくてしょうがなかったんで。どうなんですかね。僕の中ではあんまヴィトンとか定番じゃないんですけどね。どっちかっていうと濃いかなっていうタイプなんで、どうなんですかね。でもなんかそういう意外でしたね、小塚君がそういう表現をするのは。プラダのリュック買って嬉しそうに持ってたからだなって、今その話を聞いて思いましたけでど。もお揃いなんですよ、デザインが 実は。でもそうですね。でもまあお互いちょっとど忘れしちゃったんですけど、キャラが違うのですごくいいなとは思いますね。まあ特に、まあ、小塚選手だけじゃないけど、羽生選手もいて、小田選手もいて、まあ、下にもいっぱいいるんですけど、まあ、今までだったらこう同じような選手っていうのがパラパラいたかもしれない、まあ、海外を含めてね、いろんなタイプの選手がいるので、確かにそのブランドで分けるのも面白いなと思いますけど、でもそういう。あと一つだけ質問を。じゃあ一番早かった、ファーのついたストールをしてらっしゃる方に。ありがとうございます。先週、ショーがありまして、今まで高橋選手は割と新しいものに挑戦したいということで、前のプログラムは掘り起こすことがなかったんですけれども、先週、昔評判の良かったものをやられたんですが、それは今回どういう心境かっていうことと、あと今週もあるんですけれども、もしプログラムを教えていただけたら と思うんですが。いや、今週はちょっとわからないです。まだ自分でも何しようかなっていう感じなので。でも先週したのは、まあ、自分自身でもその今までのと、もう本当はこう古いのはしたくないタイプだったんですけど、まあ、特に大阪公演だけは2回してくれということで、もう1個ってなると、でも今シーズンショートもちょっと違うしなと思ったりとか、それとどうしようってなって、結局あれに行っちゃったんですけど、まあ、自分の中でこうその昔と今の違いっていうのを感じてみたかったというか、それがすごく大きかったですかね。滑ってて感じましたね、それは。なんか一蹴りの伸びが違ったりとか、なんか切れるディープエッジのところはディープエッジなんですけど、切れがいいところは早すぎて音のカウントを早く取っちゃったりとか、曲がすごく遅く感じたりとかっていうのはありましたね。はい、なんで、あ、成長してんだなっていうのは感じれました。基本的になんかあまり何回も来る人に同じプログラムを見させるのは申し訳ないって考えてくれるタイプなので、まあ、週末はそういうタイプの選手であるってことを念頭に持って、もし見に行かれる方は行っていただければはい、と思います。ね、そうです先週ね。大阪まで行かれた方もいるかと思いますが、はい、そういった方も期待にそぐわないようにするぞっ今て。頑張ってますけど、ちょっとわからないですね。 でもはい、まあ、でも期待にそぐわないように頑張ります。まあ、これで最後ですけども、はい、みんな聞きたいのはソチに向けての思いと、まあ、はい、
その後男一人の人間の人生としてどう生きたいかってことを最後に言っていただければって思うんですけど。そうですね、まあ、ソチまではもうとりあえず頑張って頑張るというか、あの限界を決めないというか、自分の可能性を信じるというか、あのできやれるところまでやってみて、まあ、いけてもいけなくても、まあ、納得できるように、自分がもう十分やりきったと思えるような、あのそんな生活をして臨みたいなと思います。まあ、あの金メダル取れるかどうかはその状況になってみないとわからないのであれですけど、まあ、そこはもちろん目指して、でもその悔いを残さないようにやっていきたいと思います。で、まあ、将来はあまり考えてないんですけど、考えてないというか考えれる状況ではないんですけど、でもまあやっぱりこうやって日本でのスケートの関係、まあ、ここまでスケートに携わってきたので、まあ、スケートとずっと共に生活していきたいなというふうには思ってるんですけど、まあ、やっぱり環境っていう部分ですごく大変なか、あの、リンクの数ですね、リンクの数もないし、リンクがあったとしてもそこに何人も来て練習ができないだったりとか、まあ、そういったものはアメリカ、カナダっていうのは本当にたくさんのリンクがあって、こう誰あのどこにここのリンクがダメだったらあっち行けばできるっていう状況じゃないので、まあ、でもそれはなかなか作るのすごく難しいんですけど、でもやっぱりスケートのリンクはあるんだけど使えないリンクっていうのもたくさんあるんですね、はい、僕何とは言わないですけど、それそういうのじゃなくて本当に選手スケートしたい人のためにこうちゃんと場所を与えれるような環境づくりっていうものができていければいいなっていうふうに思いますね。これは本当にあの口で言うのは簡単ですけど、現実的に実現するのはなかなか難しいので、あのどうなるか分からないですけど、でもそういった環境づくりっていうところはなんかやっていきたいなっていうのは思ってますね、はい、それが大きな、まあ、目標です。これはもう夢ですね。夢ですか、はい、でかすぎるんでちょっと昔はね、シニアに上がった頃はオリンピックのメダルだって夢だったかもしれない。そうですね、現実になってますから、はい、そうですね、ぜひ皆さんご協力お願いしますと短い時間でしたけどね、すみません、はい、なんか長い間なんかうまくまとまらなかったかもしれないですけど、まとまりがない、すみませんでした。私の司会も悪かったんですけれども、本当に高橋選手にいっぱい喋っていただいて、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本当にね、貴重なお話を伺いました。どうぞ今一度大きな拍手でお送りください。高橋大輔選手でした。ありがとうございました。